南北朝正純論。南北朝正純論とは、日本の南北朝時代において、南朝と北朝のどちらを正当とするかの論争。ウルートは、本来あるものの他にあるもの、正当でないあまりものを意味する字である。近世以来、南北朝のいずれが正当かをめぐって、南北朝正純論が行われてきた。論者の主張は、大きく分けると、以下の4つになる。 1392年、明徳三年、元中九年うるう10月2日に、南朝の五亀山天皇が吉野から京都の大閣寺に入り、3日後に三種の神器が五小松天皇に引き渡された。北朝では、黄金天皇の皇統こそ正当なものであるという立場であり、南朝の五村上天皇、長慶天皇、五亀山天皇の三代の天皇は、無本人である。 方に接種に過ぎなかった。天皇でもない五亀山が行行の定裁で入居したことにも反発があった。さらに、五亀山の入居と神儀引き渡しの前提となった明徳の和訳は足利義満を主張とする室町幕府と南朝方との間で取り交わされたものであり、北朝はその内容を知らされていなかったか、少なくとも了承はしていなかった。このため、 五カメ山から五小松への上位を意味する譲る国の義の実施や五小松の子孫と五カメ山の子孫による両党鉄律など取り決め内容が明らかになると強い反発を示した。五小松は五カメ山との会見を拒絶し、人儀の引き渡しも自称樹衛の内乱に際し、都落ちする平家の手で安徳天皇と共に最国に移された人儀が平家の滅亡を。 安徳の死により刑に戻ったことを先として、県大名言日野市教、倉人島日野市藤田を大覚寺に派遣して接収することで行われた南山お弟子大、岡倉雑記。元号も、北朝の明徳が依然として用いられ続け、2年後の明徳5年、1394年2月23日に、五亀山天皇に大上天皇の尊号を送る時も、北朝は、 強い反発を示し、朝廷では、異例の16日間にわたる議論が続いた。最終的には、足利義満の強い意向に押し切られて、ようやく実現に至ったが、あくまでも、不当局程に対するもの、つまり後高倉院のように、正式には天皇に即位していないものへの尊亡授与で、あることが強調された、あられき。ここつ天皇は、黄金天皇に始まる北朝の中でも、 五小松の祖父である五光金天皇に始まる皇統に属していた。五光金は将兵一党の混乱の中で擁立された天皇であり、その後位継承の正当性は不明確であって、五光金の兄である四光天皇に始まる皇統後の伏見宮家との間で対抗関係にあった。五光金も、また五小松の父五円雄天皇も、 自分の後取り息子を皇太子にすることもできない状態で、とても旧南朝との間で、両党鉄律を行う余裕はなかった。また、この池、党院家など、多くの公家の家門が家督をめぐってきた朝方と、南朝方とに分裂しており、北朝方の公家たちにとって、南朝方の同族の復帰につながりかねない南朝の正当性を認める子には難しかった。何よりも、 南北朝の分裂後、南朝は4回にわたって京を占領しているが、いずれも短期間に終わり、北朝は京と朝廷機構をほぼ完全に掌握していた。それが北朝方の自負の裏付けとなった。五こ松の高等に対する意識は、いくつかの変産物からも監視することができる。現在も天皇家の系譜として、最も信頼されている、本朝公院昭雲六は、 欧三33三年1426年に五小松が当院光るに命じて返産させたものである。現存する写本の中でも古い形態に属するものでは、次の通り、小村上、長慶、五亀山が天皇ではないことが命じれている。五小松は息子、昭光天皇に行位を譲ったが、昭光は子供のいないまま既得状態となり、父に先立って死去した。 その後、スコーリュー高等のサダフサ親王、あとスコーインの息子である彦彦、ヒコヒト花ゴハナゾノが、ゴコマツの勇士となって即位した。本庁公院昭雲録では、ゴハナゾノは、ゴコマツの息子として記載され、サダフサとの親子関係は抹消されている。巫女ではない者が、天皇に即位したときは、その父親には天皇あるいは、大乗天皇の称号を送るのが通例であった。 尊上天皇、つ美こと天皇が、国末は、永響五年、千四百三十三年の死去に臨み、貞房を大乗天皇としないように遺言したと言われる。自らの家計の正当性を維持しようとする執念は、それほど強かったのである。しかし、文案四年、千四百四十七年に至って、貞房に、大乗天皇の尊号が贈られた。までは、 日記、縦打ち記、文案四年十一月二十七日上に、凡非定維人尊公、あと高倉院、ただし、小堀川院、現父のいいなり、五亀山院、三主人儀日渡り遠浅のいいなり、領土なり、今度の儀、朝地後高倉院、神事五亀山院社かと書いている。天皇になっていない人に尊号を送った先例は、あと高倉院と五亀山院の二つあり。 三回目となる、今回は、あと、高倉の尊号ほどの必然性はないが、五亀山の尊号よりはまだ無理がないという認識である。時房は、五小松の意志を尊重して、後須高への尊号に最後まで反対していた人物で、あるが、その時房でさえ、五亀山の尊号よりはあス須高の尊号の方がまだマシだと考えていたのである。五花園の息子である。 後土ちみ天皇の時代になって、三部春富が、北畑畠近房の人皇聖党器に反爆する形で、俗人皇聖党器を表した。五村上天皇、伊名縄の里が、第九十六代第五十世云々。これは、南方にせしのおことにて、と朝さひつぎには、が立てまつらず、中略後佐賀院後聖着の御流として、誠に、人皇聖党の整理に起し、この木、イコール、 人脳政陶期の名目自然の道にかなひはべる、おことよと不思議にも既得にもはべるかなと述べて、黄金院を第96代、五代五院の重曹、第97代、孔明院を98代として、御花園院まで続けている。この書は、人脳政陶期の著者である、北畠近草の意図を歪めるものとして、古くから非難された書き物であるが、一方、御佐賀天皇以前は兄を着流とする。 正徒理念で描きながら、それ以後は弟の亀山天皇の系統を着流とするために、生理理念を持ち出して、弟を着流とする近くさに対する鋭い批判も含まれいる。また、北朝における歴史認識の典型的な姿をよく表している。本朝婚院小雲録は直線の後頭府として、前近代を通じておもんじられた。五小松が表現させた。 北朝政党論に意義が差し挟まれることはなかった。安永8年1779年に即位した広角天皇は天皇の権威を高めるために努力した人物であるが、彼が神武120世と署名したものが残っている。北朝政党として数えた大数であり、南朝は無視されている。朝廷も歴代の天皇も歴史的には北朝の延長でしかない以上。 北朝の正当性を疑う発想が出てくるはずがないと言える。一方で、交換な歴史書、俗縮書を表した柳原の光は、やはり北朝を正当としているが、昌平一党の間に限って、小村上天皇を正当の天皇と認める態度をとっている。南朝正党論の講師は、南北朝時代に南朝方の重鎮であった北畠近房が表した。 人能政党期であった。地下不佐は三種の仁義の所在と口頭における政党概念をもって難聴政党論を唱えた。地下不佐は難聴の正当性を示すために政当概念の中には儒教や神道の教説を取り入れる形で嘘くの者が後位継承者に選ばれるという整理正義の理念を含めた。だが一方で当時の家督継承の基本的な考え方で 儒教や神道の考え方にもかなっていた、静着清流の概念も捨て去ることはできず、結果的には両説を組み合わせたものとなってしまった。さらに、神義の問題にしても、上記の安徳天皇が神義をもって西国に下った、時の言葉天皇即位の事情など理念と史実の、乖離を完全に説明することはできなかった。その後、北朝によって皇統が統一されて、 楠木正成ら南朝方の人々を朝敵と認定され、さらに実際問題として南北朝合一後も80年近くにわたって高南朝と呼ばれる北朝及び室町幕府に対する朝復興運動が続いていたことから地下夫妻以後に南朝政党を唱える者はいない状態が続いた。この風潮が変化したのは太平記がルーフされて公家や武士などに愛読され、 南朝方に対する、同情的な見方が出現するようになってからである。A62 年、1559年、楠木正きの子孫を名乗る楠木正虎の申請によって、楠木正重は、朝敵の赦面を受ける。これをもって、直ちに南朝政討論が発生したわけではないが、南朝を論じることが、タブーではなくなったという点では、活気と言える。また、 楠ス氏と同様に南朝方であった日田氏の松江と名乗った徳川氏が政権を取ったことも状況に変化をもたらした。江戸時代に入り、林羅山を親子によって編纂された本朝津岸の判例において初めて南北兵器の記述が用いられた。もっとも息子の林画宝が書いた同書の南北長期の記述では北朝政討論を採している。その後、水戸藩主。 徳川光国が南朝を正党とする大日本史を編纂したことが、後世に大きな影響を与えた。大日本史は三種の仁義の所在などを理由として南朝を正党として扱った。その際、北朝の天皇についての扱いについても議論となり、当初北朝天皇を偽主として、列伝として扱う方針をとっていたが、現在の皇室との関連もあり、 五小松天皇の本義に復帰する定裁に改めたという。だが、三つ国が生前に望んでいた、大日本史の朝廷献上は、困難を極めた。教法五年、1720年、水戸藩から大日本史の献上を受けた、将軍徳義衆は、朝廷に対して、観光の是非の問い合わせを行った。当時、白式として知られた、県大納言一条献康あと、後 関白はこの問い合わせに驚き、北朝政党をもって回答した場合の幕府側の反応、三種人議の所在の問題などについて、検討している県高校期、教法6年無ル7月20日上。この議論は10年余り続いた末に、教法16年、1731年になって、現在の皇室に差し障りがあることを理由官交省ならぬとする回答を幕府に言った。だが、 吉宗は同省を死んで三年後に独断で観光を許可したのである。また、水戸藩も不許可回答の翌年である教法十七年、1732年に、江戸下校中の坊城清に同省を託して朝廷への取り次ぎを要請した。これが可能されたのは実に六十九年後の文化七年、1810年のことであった。ただし、三国の南朝政討論は、 水戸学に継承されるが、細かいところでは、議論があった。三つ国に仕えていた、栗山千吉先は、仁義の所在に根拠を求め、同じく、三宅観覧は、名文の存在に根拠を求めて対立している。これは三種の仁義の所在で正当性を求めた場合、前述の言葉天皇の即位の経緯の問題が、発生する上、北朝でも、黄金天皇は即位したときに、 本物の三種の人義を保有していた可能性が高いという問題発生するためである。これは、五代醐天皇が五祈祷を脱出した際に、出雲大社に対し、天村雲圏の代替品として、出雲大社の封建を借り受ける臨時が現存している、ことからも指摘される。徳川光国と並んで、南朝政討論を唱えた人物として、山崎安西が挙げられる。 安西も南朝政討論に基づく死書編纂を計画していたが執筆前に没した。彼の南朝政討論はその独自の尊王論とともに追加神道を通じて多くの門人に伝えられ安西の系統を引く学者、後部光会、味、池治郎らの間で行われた。江戸時代後期の来参与も日本外史などを通じて尊王論をこぶしたが彼も また南朝政党論をとっていた。特に死の間際に書いた絶筆ともされる南北朝政順論は道義に基づいて南朝を政党し、北朝の五小松天皇は南朝の前兆によって即位したと主張している。史実ではない前兆論をとっていることなど内容には問題があるものの、まさに命がけの一文は後世に少なからぬ影響を与え、 他の代表的な南朝政党論者としては、俗人老室政党期に対抗して、南朝を政党とする、改正俗人老政党期を表した、天野定影、南朝変年記略や、南朝公院昭雲録を表した、津久井直恵、南山巡主録を表した、大草皇室などがいる。さらに幕末になると、な島市直の南山市やかも正まの、 日本外資表などの両党並立論も出現するようになる。その一方で朝廷では前述のように長く現行等につながる北朝を正党とする原則がられ、祭祀もその方針で行われてきた。だが、大日本史の観光問い合わせ問題以後、公家の間にもわずかながら、南朝正党論者、山崎安西門人の大義町公通りなどが現れるようになり、 幕末の南朝政討論を軸とした尊王論の高まりに翻弄されることとなった。明治維新によって北朝政討論を報じてきた公家による朝廷から南朝政討論の影響を受けてきた維新志士たちによる明治政府に皇室祭祀の主導権が移されると旧来の皇室祭祀のあり方に対する批判が現れた。これに伴い1869年 明治二年の鎌倉宮創建をはじめとする南朝関係者を祀る神社の創建、再興や増威などが行われるようになった。また、1877年、明治10年、当時の元老院が本朝公院小雲録に変わるものとして作成された。三周五形図では北朝に代わって南朝の天皇が歴代に加えられ、続いて1883年、明治16年に、 右大臣、岩倉智美、三位、山形有友主導で編纂された、大政起用では、北朝の天皇は、天皇号を用いず、三角号を用いている。なお、1891年、明治24年に、江東府の書式を定めた際に、宮内大臣から、北朝の天皇は、五亀山天皇の後に記述することについて、直裁を仰ぎ、認められたとされている、北定吉。 官暦記念60年の子。ただし、これらの決定過程については、不明な部分が多い。また、こうした決定の効果は、宮中内に限定されていた。一方、歴史学会では、南北朝時代に関して、太平記の記述を、他の史書や日記などの資料と比較する、実証的な研究がされ、これに基づいて1903年。 明治三十六年及び1909年、同四十二年の小学校で用されている国定教科書改定においては南北領庁は並立していたものとして書かれていた。ところが、1910年、同四十三年の教師用教科書改定にあたって問題化し始め、大逆事件の秘密裁判での高徳修水の発言がこれに拍車をかけた。当初、 首相の勝ツ太郎は上位統合の関係にあった立憲声優会の原隆氏に学者の説は自在に任せおく考えなりと言ったといい原隆氏に聞き政治的な介入は行わない意向だった政治問題化の火付け役となったのは読売新聞で1911年明治44年1月19日付の社説でもし領長の対立をしも許さば 国家のすでに分裂したること、いやちこびをかけるよりも、明らかに、天下の失態のより大なるなかるべし。何ぞ文部省側の主張のごとく一時の変態として、これを感化するおえみや、日本帝国に、お手心に、人格の判定をなすの標準は、知識特効の列より、まず国民的上層、すなわち、大義名分の名秘官にあり、今日の多く個人主義の日に発達し、 ニヒリストさえ排出する時代にお手は特に金曜重大にして格くべからずと主張した。さらに政府と対立する姿勢を鮮明とする犬飼武氏率いる野党立憲国民党がこの問題を利用して第二次桂内閣の球団打倒を図ったことで南北朝のどちらの高等が正当であるかをめぐる帝国議会での治論層にまで発展した南北朝清順問題。 1911年、明治44年2月には、衆議院議員の藤沢元蔵がこの問題を追求する質問主意書を提出。藤沢は議員辞職に追い込まれたものの、政府は野党の怪獣工作に失敗して窮地に追い込まれる。桂の貢献役である元老、山形有友が南朝政討論の立場で動いたことで、政府は野党や世論に押される形で、 教科書改定を約束し、教科書執筆責任者である北定吉を給職処分とした。最終的には、大日本史の記述を根拠に、三種の神儀を所有していた南朝が正当であるとされ、南北朝時代は南朝が吉野にあったことにちなんで、吉野朝時代と呼ばれることとなった。それでも、田中義成などの一部の学者は、吉野朝の表記に対して抗議している。 以後、戦前の広告士官のもとでは、足利高氏を天皇に背いた、逆賊、大悪人、楠木正成や新田吉貞を中心とする、イデオロギー的な解釈が、主流になる。1934年、昭和9年には、斎藤内閣の中島熊吉商工賞、声優会が高氏を再評価した、雑誌論説、足利高氏論、13年前に、同人誌に発表したものが、 本人に無断で転載されたについて、大臣の言説とてふさわしくないとの非難が起こり、衆議院の答弁で中島本人が陳謝して一旦収束した。しかし貴族院で菊池武雄議員が再びこの問題を蒸し返し、斎藤実首相に中島の罷免を迫った。これと連動して右翼による中島攻撃が激化し、批判の当初が苦内省に殺到したため、 中島は辞任のやむなきに至った詳細は中島熊吉参照。この事件の背景には、後の天皇帰還説事件につながる軍部右翼の政党勢力圧迫があったとされる。第二次世界大戦後は歴史の実態に合わせて再び南北朝時代の用語が主流になった平泉清は戦後も吉野時代の表現を用いているが、 ごく一部の見解にとどまる。ただし、宮内庁をはじめとして、天皇の代数は、南朝で数えるのが主流となっており、南朝を正当としていることになる。また価値観の転換や中世史の研究の進歩で、足利高氏の功績を評価したり、楠木正成は、悪党、悪者を意味せず、幕府等の権力に反抗した者を指すとしての、性格が研究されるようになり、 五代醐天皇の兼務の申請は、総額の影響で、中華公的な天皇独裁を目指す、革新的なものであるなど、南北朝時代に関しても新たな認識がなされるようになった。阿弥野義彦は、食農民など非農民層に着目し、南北朝時代が、日本史の転換期に当たると主張している。また、太平洋戦争の敗戦直後には、熊沢博道に代表される、 自称天皇が現れ、自身が難聴の子孫であり正当な行為継承者であると主張したなどのエピソードもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。